入店。ごちそうさまでした。上越屋さん食べてきました。上越屋さんも一番思ったのが、吉村屋さんの味を本当に実直に忠実に受け継いでいらっしゃるっていうのがすごい感じまして、それと同時に地元の方に本当に愛されてるっていうのをすごく強く感じました。で、スープに関しましては、その前に行ったはじめ屋さんと同じで、やっぱり醤油がしっかり立っていて、まあ、うまじょっぱいという系統ではあるんですけれども、その中でもまあ、さっぱり、やっぱりさっぱりしているということで、吉村屋さんとか杉田屋さんと比べると、まあ若干その豚骨感っていうのは抑えられてはいるんですけれども、そのはじめ屋さんと比べると、
やっぱ油、チーの部分が本当に黄金色のチーという感じで、レンゲでスープをすくった時にキラキラ光っている、そういったようなチーが主張を感じましたね。チャーシューはですね、その燻香感、結構鼻をつく燻香感がかなり強く感じました。でお肉に関しては、そのはじめやさんは本当にトロトロンだったんですけど、それに比べるとやっぱ吉村屋さんとか杉田屋さんに比べると同じような形でちょっと歯ごたえがあるような、そういった燻香チャーシューでしたね。油のパンチっていうのがはじめやさんと比べれば強い。なので本当にこの吉村屋の味が上越市にもう根付いて、完全に根付いてるっていうのを感じました。